はい、お疲れ様です。ウェーブサウンドのブースに来ております、はい、正直最初来た時にウェーブさんのブースだと全然気づかずに来ました。ウェーブさんといえば、はい、例えばエプロンにしてもちょいエプだとか、はい、あとは洋服でもレディースのものだとか、はい、あとタオルハンカチのガーゼのものだとかの定番でやらせてもらってるんですけど、どちらかというとちょっともっと女性寄りのものが多いイメージだったんですが、今回キッズも多いですよね。そうですよね、こんな感じでもうメンズに集中してやられております。はい、でまずご紹介したいのが、はい、これ着させていただいてるんですが、あら、エプロンなんですよ。どうでしょう、かっこいいじゃないですか。自分的には結構いけてると思ってます、はい、結構ですね、このダラッと長くなくても僕本当にいいなと思ってて、はいはいはい、でポケットもついてて、はい、で前からベストみたいなエプロンですね。そうですね、なんか普通に別にエプロンって限定しなくてもちょっとしたの、ね、はい、アクセントみたいな感じで着てもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、でせっかくなんでもう1個ぐらいなんか着させていただこうかなというふうに思っております。はい、この今のエプロンはいろんなカラー展開ですか？そうですね、あります。へー、まあ、カーキ、カーキとベージュ、はい、あとベージュもあります。あ、いいですね、いいですね。本当だ、ちょっと失礼します。あ、すぎ、はい、その感じ。はい、これは普通のエプロンの形ですね。ちょっと、あ、でもなんかあれですね、シュッとしてる感じします。うん、かっこいいよ。はい、なんかふわっとした形じゃなくてシュッとしてる感じするんで、でポケットも結構も大きなのがついていて、うん、1、2、3部屋ありますね。なのがすごく、なんか本当にメンズ、まあユニセックスなとは思うんですけど、うん、男性がつけても結構いい感じかなと。バーベキューの時にそれを着てると、はいはい、モテる。モテたいっすね。でも家族だけなんですよね、一緒に。でもモテたい。はい、ということで、はい、他にも、はいはい、タオルも、日本製のタオルも、うん、カラー絞ってこういうふうに展開されていたりだとか、はい、あとこれはチョイエプのビッグ、チョイエプのビッグ、これはメンズってことね、うん、あれですよね、何秒でつけれるんでしたっけ。3秒、3秒ですね。はい、行きます。チョイエプ1、2、3、はい、本当だ、本当に3秒で切れますよ。おめちゃめちゃいいですよ、これも。いいよね、生地も。あ、メンズはこれちょっと欲しいかも、本当に。あ、はい、お値段は2300円ですね。めちゃめちゃいいじゃないですか。いいです。はい、あ、もう本当に仕入れがバッチリ決まりそうな感じのラインナップが、はい、あってブースの雰囲気にこうやって食べるのもいいですよね。いいです。沈黙で分けないでこうやって雰囲気でやるのがいいんじゃないかなと思います。はい、素敵なブース、ウェーブさんのブース、はい、しました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。